の光、北東の方だ。北東の方だなと。まずはここを浄化して、はいはいはい。霧を消す。あ、まだ消してなかったのか。すごいね。何が起きたのか全然わかんないけど、もうなんかの儀式が始まったっていう感じ。めちゃくちゃ集合体恐怖症発症しそうな感じがします。怖い。気持ち悪いね。まあ、やっていきましょうか。やばい、ちょ、カーディナー見せないじゃん。鳥居をとりあえず浄化していくと。いや、なんだかんだね、KK ともう一回ね、一体化することができて、まあ、よかったんかなって思うけど、え、晴れるか、これで。多分、霧が晴れて、いけないところが行けるようになる。感じかな。ちょっと幽霊がなんかいたね。これちょっとだけ、仲間なんだよね、あの女の人、リンコっていうの？さあな、どうとも言えん。どうとも言えん。仕事仲間だ。仲がいい必要なんてあるか。いや、仲がいいに越したことはないんじゃないですか。一緒に仕事していく上でね、気持ちよく仕事していくためにはね、まあちょっと仲良くやっていくっていうのも大事だと思いますけど。回収して、うわ、にゃんにゃん言って、にゃんにゃん言っちゃってな。誰かいるって。こんにちは。え、鬼を見た男。え、鬼？実際はそうでもないんだ。そうでもない。いや、怖くね？鬼は鬼がなまったものだ。そうなの？見えないものを意味する。あ、そうなんだ。だから昔の人は災難や疫病なんかを、うん、目に見えない鬼のせいだと考えたの。はあ。かわいそうだね。で、はあ。鬼を見たんだ。そうなんだ。ほんまか。バンダの下犬。え、嘘。犬にきび団子か。まるで鬼退治の桃太郎みたいだね。確かに。バカバカ。きび団子って変えたよね、確か。いらねえよ。いや、俺は欲しい。鬼より犬の方が怖いとか。KK さん。そんなわけねえだろ。無理しなくていいのに。すごい、仲よ。めちゃくちゃ仲良くなってきてる。あ、サイドミッションスタートだ。きび団子ゲットした。これをあげろってことだよね、多分ね。あ、ちょっとこう。マンホールに気をつけろ。マンホールか。いいぞ、順調だ。とりあえずこれ送るか。あ、またなんか来た。マリ、お兄ちゃん、やばいじゃん。え、死にたくない。マリ、どういう状況？え、殺されるかけてる？マリ、蹂躙されるかけてるかもしらんな。コツを掴んだみたいだな。コツを掴んだのか。え、ちょっと待って、すぐさまマリーのとこに行かなきゃいけないってのはわかるんだけどさ。え、これは違う。これ鬼を見た犬ではなさそうだな。多分気持ちを聞く。ちょっと聞いてみるか。何を考えているんだい。いつもと違う。何があった。うん、いつもと違うよね。それはそれはそうだよね。もう周り誰も人いないしね。待って、610m、クソほど遠いな。ショートカットしていけるか。これ天狗とか使いながら、稼ぎながら、長くは持たない。あ、ここもあれか。やばい感じね。あ、やばい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 。ダメだ。あ、待って、めっちゃ大変。あ、待って、これ？この犬？え、この犬、さっきの鬼のヌンタラカンタラってやつは。もしもし？もしもし？違うか？バンダナの犬？でもバンダナではないか。なんかすごい光ってんだけど。おい、もう行こうぜ。あ、もう行こうぜ。すいませんでした。行きまーす。なんだ？てるてる坊主？初めて来たくね？いや、別にまあいいや。あ、いや、初めて来てねえか。昔戦ったことあった。え、強くね？効いてんのこれ。いや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 、効いてる感じがないんですけど。やばいな。どこを攻撃したらいいのかあんまりわかんねえ。共鳴率を上昇させる方法。絶対共鳴に使用する共鳴率は、コア引き抜きと速調で上げること。ああ、なるほどね。なるべく引き抜いていった方がいいってことか。強いな。てるてる坊主初めて見たね。いやー、異様な雰囲気漂ってるけど。うわ、眩しい。いけねえか、こっち側は。え、どうやって行ったらいいんだ？浄化しないといけない？神社ある？めっちゃワンワンしてるけど。なんか上側に陣地ありそうな感じするよね。あ、間違えた。グラップルして。あ、ないか？そっち側に。どうだ？あったあったあった。ここで、浄化して、なんだと？うわー、いる感じですね。ちょっと、火で行きましょう。いや、撃たせてくれ。頼む。
いや硬いな、硬いぞこいつ、やばいやばいやばい、はめて当たんないだと、ちょ、ま、むずい、あ、めっちゃむずい、やべえこれ強いって、てるてる坊主、てるてる坊主強い、やばいやばいやばい、ちょ、ガシ玉、やべ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 、いや、しゃーねん、ゴリ押すしかねえ、いや、攻撃力高いな、さすがに、危なかった、普通に、嘘でしょ、全力のなんか火をさ、ぶつけてもさ、あれだ、微妙って、マジか、やばいね、攻撃力足りなくなってきたよ、敵が強いわ、よし、浄化しよう、いやー、早く、早く、妹が蹂躙される前に行かねえといけねえんだ、なんだ弓術師、いや、いらないな、それは。弓のね、術いらないね、別にね。なんだ、ムービーだ。あの場所は森林公園。森林公園 ?What's 森林公園？何をやってるのか知らないが、急いだ方が良さそうだ。え、何をやってるのか知らないの？ああ。絶対なんか山に蹂躙されてるとしか思えないですけどね。え、わかんないですけど、ちょっと待って、幽霊だけでも回収してみる、めんどくさいか。森林公園は北にある、北にある、はい、行けるところまで行ってみようか、行けるところまで行ってみようか、はい、こっちからか、あー、またいる感じ、ちょっと一回無視決め込みましょうかね、電話の音、行けるか、電話の音、こっち、いや、わかんねえよ場所が、あの電話が鳴ってる、これこの電話開かないですけど、敵を倒さないといけない感じ？開きますね。全然開きます。何の電話だ？もしもし。誰ですか？リンコちゃん？え？一匹狼は多分 KK のことだよね。あなたじゃないわ。は？あなたの中の彼に言ってるの。KK に言ってる？え？一匹狼、あ、リンコだって。やり損なったみたいだな。相変わらず口が悪いな。でも無事でよかったわ。まあ悪く、なんというか、まあ悪くない関係を築いている感じはあるけど。戦国センタービルの奥にある。え？戦国センタービル。ずいぶん親切だな。確かに。お世辞はいいわ。急ぎなさい。悪い人ではないのか。なんだ？アドバイスくれたね。助言くれたけど。戦国センタービルって言いました？どこですか？いや、まあいいか。とりあえず幽霊吸収して。リンコのやつ。死ぬ気するぐらいだ。親切なのがそんなにおかしいの？別にいいことだけどね。おかしいぜ。おかしい？生前はそんな親切なキャラクターじゃなかったみたいな感じだったりするのかな。何がおかしいんだ、別に本当悪いことではないような気はするかな。ちょっと一回これ送ろうか、カタシロ。よし、転送してと。はい、なんだまた、これ毎回電話やるたびなんか、なんだ、お、1万人超えた、喜ぶのは早い、早い、まだ全体の 5% にも満たない、絶望の、絶望絶望 5% にも満たない、いや、もっと褒めてくれよ、1万はすごいでしょなんでそんな悲しいことを言うの、ちょっとさあ、気が遠くなるなマジで。あ、体力の最大チャップ、トイレがどうしたの、トイレ、公園のトイレにいつも人が入ってた、はい、あのトイレが空いていたら、え、いつも人が入ってて、ずっとこの世のものとも思えない、首吊り自殺でもしてんのか、何かあるかもしれないね、悪霊かな、見に行くか、トイレかよ、気が進まねえし、わかる、トイレの掃除とか一番嫌いだったからな、マジで最悪だったからな、学校ほんまにきつい、入れるか、おい、聞こえるわ、え、大丈夫、女の人っぽい声だけど。え、こっち側、え、こ、え、どっから来た、え、どこ、あ、いないわ。あ、え、います、え、
え、紙くれ、はい、え、え、紙くれ。すごく悔いを残したんだろうね。なんやねんなんやねんは茶番茶番ですか。え、自殺でもしてるんか思ったわ。いや、持ってきた紙。悲痛な叫びが聞こえていますけど、このトイレットペーパー使ってください。しょうもなすぎるだろう。いや、もう、ああ、もだい苦しんでる。何言ってんのこいつ、マジで。どんだけ紙を使うの、どそれだ。まあな、悔いがなくなるまで悔いがてもらおうよ。そんな悔い、え、何、トイレットペーパーがなくて成仏できないってこと。意味がわからねえよ、マジでよ。いや、まあ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 ね、ちゃんとね、お尻を拭くことができなかったっていうね。それで成仏できないこともあるかもしれないな。確かにな。はい、持ってきたから、持ってきたから、ちょい、これ使ってください。2個で足りる。いや、足りるでしょっていうか。毎回毎回喘ぐのなんな。うるさい、黙れ。お前は黙れ、こいつ。なんだこいつ、マジで。あ、いるわ。さっさと行け。あのままだったら死んでも死にきれないもんね。いや、別に。じゃあ分かるよ。何も言ってんだし、何を言ってんだ、キトは。普通によ。茶番にも程があるだろう。トイレに行きたがっていた。もうなんだこの時間。生産性あるかこれ。なんなんかこれ。はい。お前もトイレだな、ていうか。ということは、お前も悔いはなくなったんじゃないか。もう、踏ん張りすぎやろ、マジ。もう死んでるから行く必要もねえぜ、お前。何これ。急になんか意味わかんない、なんかギャグシーン来たな。シリアスな展開から。マリが今苦しがってる最中でさ、俺なんか、なんかトイレットペーパーなくて苦しんでる幽霊の謎の茶番繰り広げてたし、何やねんこれ。いや、マリ、マリごめん、ちょっと今すぐ行くぜ、待っててくれな。戦国明石ビルだかうんたらかんたら言ったけど、もう気抜けるわ。すごいね、58メートル近くなってきてる。おしゃれな街並みだけど、戦国坂。技を習得できるくらい強くなって。え、マジ？スキルポイント溜まったか。このビルだな。入り口？え、ここじゃないの？めちゃくちゃ陽気な BGM 流れてる。おしゃれ。裏路地。え、どうやって行くんだ？首のない学生が踊ってるとかよくできてるような。え、何それ、何それ、そんな動画ありますか。え、これなんだ。あ、痕跡たどれる。リンコがいるみたいだな。リンコがいるみたいだな、マジ。え、これリンコなの。なんか死んでるみたいな感じだけど生きてる感じなの、どっちなのっていうね。うるせえな、なんかガー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 言ってるけど、まあ、ついて行ってみるか。スタイルいいですね、高身長女子だね。こん中か。ダメだ、開かない。開かない？いいこと教えてやろう。はい。意外と空き巣は上の階が多いんだぜ。え、上の階が多い。上から行くってこと？さすが元警官っていうだけはあるね。天狗発見した。そっから行けって、やめましょう。天狗行けるかな？グラップルしていくよ。上から入れるか。おーい、落下し免れない、これは。あ、大丈夫、耐える。あ、天狗消えました。あ、いました。待って。マジでさ、届かん。あ、ギリギリいけたか。あ、今日。なんとかこれたっぽいか。屋上にはこれだ。おー、でかいでかい。素晴らしい。あ、団子ですね。三色団子いいよね。無難な味わいがいいんだよな。あんことかも何もないけど。よし。ビルの中に入っていく。どこかにリンコがいるはず。リンコいる？とりあえず、下に行くか。感動の再会したいけど、下に行くか。どこにいるんだ？一応、これ、レースしてみるか。パシャシャーンと音聞こえるが。いや、霊がいっぱいだな。新聞社ってとこだな。新聞社か。新聞のね、あ、なんだこれ、ビル、見る。雑誌 VC ジャパンの切り抜き。ちょ、
超冒険的投資家があの世に投資、いつも話題に事欠かない著名投資家ジョージ・ピンターの新たな投資先が明らかになったも誰、この世の全てに投資したと豪語する男の次なる標的は幽霊や超常現象、そしてあの世である。彼は未だ科学では説明不能なエネルギーの解明に取り組む。企業や大学に対して積極的に投資していくとの姿勢を表明した。確かに分野としてはブルーオーシャンではあるが、あまりにも冒険的な票に否定的な意見も今めちゃくちゃニッチな場所だよ ね、なんか業界だと思うわ。しかしこの投資によって将来幽霊と対話することができるようになるかも。写真は研究所職員の薬物リンコ氏とそのチームに説明を受けるピンター氏。リンコって、元なんだ、新聞記者みたいな感じってこと？そういうこと？研究者とかだったから。研究者？エドもそうだ。あ、記者じゃなくて、研究者側のね。あ、すごい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 。生活感がすごいな。こんな感じなのか？新聞社の中になんか、すげえ、冷蔵庫とかあるわ。暮らしてる感じがすごいね。どっちだ？あまり痕跡的なのもなんか、なさそうなんだよね。誰かがいた形跡はあまりないと。下に下に。下に下に行ってみる。うわぁ、なんか薄暗いね。おいおいおい。何壊れてる？どういうこと？なんとかできんか。コードがどこかに繋がっている。どこのコードを言っている？このコードをたどれってことか。こっち来てこれじゃね？超わかりやすい。シャッターのメモ。シャッターの誤動作について、3階のセキュリティ管理室に問い合わせるが原因は不明とのこと。もしまた誤動作があれば、操作盤でシャッターを開けるようにしてくださいと。これも誤動作で閉まっちゃってるってことか。開ける。余裕で開くやん。余裕で開く。回らないとこれ、汚れ払えない感じだ。こっちがいけない。ITBY テクノロジーです。まあ、ビルだからね、いろんなオフィス、なんか入ってるって感じよね。ここも閉まっているな。操作盤があるはずだ。どこの話だ？わかんねえな。うわ、めちゃくちゃこっちおしゃれじゃねえか。さっきのなんとか新聞と比べると。あそこに操作盤がある。そこか。いや、だが、汚れがすごくていけないよと。どうやっていく？コアになる部分が。あ、間違えた。やらかした。壁、壁？壁、壁？なんかある？うわ、なにお前！こんなところに。かわいい。え？かわいい。こんにちは。塗り壁だ！サムネ撮影する、ちょっと。かわいくね、こいつ。めちゃくちゃかわいいやん。つって。しょっぱいな、なんか。ああ、ごめんね、吸収させていただくよ。まかたまゲットできるからね。なるほどね。で、こっから行くと。ありがとう。なんか、すごいいい感じだね。かわいいですね。ここ壊せるね。よいしょ。あ、やべ、火使っちゃった。もったいね。チチンプイプイ。なんだ、出てきた。オッケー、吸収して。いや、カッパとかすごい気持ち悪かったけど、なんか、いいで。おい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 。チャージショットでやっていくか。はい。うわ、やばい、打ち消された。まずい、これは。コーナーに追い込まれたぞ。いや、大丈夫だ。危ねえ。狭いな、オフィス、さすがに。うまく。危ねえ。とりあえず、コア引き抜いてと。さすがにオフィスレディーだね。溜めて、放つ。3連攻撃になった、いつか。いつ、やばい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 。ちょっと待って、大丈夫か。いやー、引き抜かせてくれ。あー、OL の心臓を、わしづかみにしていくと。ジャストガード、うまいよ。やべやべやべ、敵来てるから早く引き抜いてもらってと。うわ、デブマンか、お前。デブマンは後回しにしたいな、ちょっと。デブマンね、強いから、うまい具合にやんないといけん。引き抜いてと。いや、機敏な動きで、ガードして、今が好き。好きだよ。ジャストガードからの、いけるいける。あ、傘で防御してこないな。いけるぞ。力マックスの攻撃食らう。ごめん、食らっちゃった。強いなぁ。いや、体力多いんよな、めちゃくちゃ。よし。片白やって、ご飯ないか？お、なんだ、梅干し。でっけぇなぁ。でっけぇなぁ、おにぎりが。すごいでけぇ。こっかな？開ける。なんか起きそう。フラグ？シャッター怖いね。何か起きそうな感じするけどね、こういう。レンコは下の階にいる。よう分かりますね。確かに。レンコは俺と会う前、神社があるってことなのかな。霧の調査をしていた。何か知ってるかもしれない。詳しいってわけね。
専門家なわけね。こっちかな？なんかドクドク聞こえる？気のせい。ああ、違う、大丈夫だ。普通の幽霊だ。いや、不気味な雰囲気あるね。回収して。オッケー。暗いんだよな、すごく。めちゃくちゃ暗いわ。おでん。腐ってそうだけど。まあ、向こうの世界のね、おでんだよね、多分ね。これ壊せるんじゃない？やっぱり。はい、一応壊しとこうか。幽霊出てくる。いや、こんか。道が開くだけ。こっちかな？なんだこの網網。安全第一。安全第一とのことだけど、工事でもしていたってわけ。どこだ？男子トイレやっちゃうな。あ、買う、あ、自販機も買えるんだな。ワカコーラ。コカ・コーラのパクリきた。どっちかな？ああ、なんかやばそうだな。なんかやばそうだな、行くか。ああ、これいつだかなったね、これ。確かに。これ、あからさまに絶対奥に何かある。いや、めっちゃ見えるね。幻覚、原子。めちゃくちゃ見えないもの見えますけどね。いや、面白いけどね。おい、デブマン強そうだな、お前。なんだ、お前。今までと違うな、デブはデブだけど。フルパワーでいくか。溜めて。三連攻撃、硬すぎるだろ。やばい。あ、まずいな、それ。いや、ガードして。いや、フルチャージ。どうよ。もう一発？これ多分火のエーテル回収できんじゃない？あ、できませんか。めちゃくちゃ火属性みてえな見た目してんのに。火落としてくれよ。ないんだよ。こっち行けるか。くれーな、不気味だね。はい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 、こっちに来ないでと。チラシが道を塞いでいく。まっすぐ行くだけね。なにこれ、怖すぎでしょ。なに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 、誰誰誰誰誰ですか、いいですか、通って。すいません、怖い、通りますよ。なにこの人たち。何？戦ってる？何これ？どういう人なんだろう？何か意味があるのかもしれないけど、ちょっともうね、冷静に考えている余裕はない。もう、怖いです、普通に。あ、いや、ほら、そういうこと起きるかな、みたいなところ思ってました。ちゃんとホラーゲームだな。先進むよ。ドクン、ドクンと。あー、ちょ、これ、一回送るか。幽霊ちゃん送りましょう。にゃにゃにゃーい。はい、転送。転送。いや、到達したいけどな。リンコどこにいんだよ、マジで。ビルの入り口くらいで待っててくれよ。入り口っていうか、近いとこで待っててくれよな。こっちが入り口なんか、わかんねえ。なんだこれ。なんこれ、倉庫みたいな。あ、リンコ？リンコ、もしかして。ちゃんと幽霊みたいな感じやん。体透けてない？来たか。ああ、か、強そう。強そう、セリフが。あの鳥居は、ある一定のエーテル濃度で可視化する。え？この装置は、エーテルの濃度を調整して、可視化されないように。え、可視化してよ。可視化してよ。こっそりと霧をこの世に送り込んでいる。なるほどね。浄化しようぜ。浄化していくのを見て、対策したようね。あ、今、ナウでね、ナウでなんかうまくなんか調整してんだ。すごいな。調整されていたエーテルが一気に放出される。そうなんですか。適合者でもただでは済まないぞ。やばい。しながら止めるしかない。お願いします。任せました、リンコさん。そんな場合じゃ、フルビューティー。ななてだぞ。何、誰が来た。絶対誰か来た。来たか。いやー、大変ですね、これ。数が多いんだ。いや、リンコを守りながら戦っていかないといけない。いや、めちゃくちゃリンコのとこ一目散に来るじゃん。やばいやばいやばい。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、怖い、引き。いや、ガチだれ、これ。ガチだれ、これ。ガチだれ、これ、怖い、引き抜かせてほしいな。よしよし。こうしないとね、エーテル回収できねえからな。困っちまうんだよな。おー、まずいまずいまずい。リンコちゃん、リンコちゃんってか、リンコさん。よいしょ。やばいやばいやばい。やべえ、やらかした。ちょっと待って、ガチやらかした、ガチやらかした、ガチやる。ちょっと待って、落ち着きたい、落ち着かせて。はい、食べますと。あー、やばい。
やばいやばいやばい、リンコが吸収されようとしている。俺が守るよと。いけ、やばいやばいやばい、 JK が。あと半分、半分ならいけるよ。やばいやばいやばい、お前ちょちょちょ、男子か高校生、わかる、気持ちわかる、気持ちわかる。あー、食らっちゃいますか。やばい、ジャストカード下手くそだ。やばいやばいやばい、おい火ねえし、おふざけんなマジで。やべえ、OK。 いやー、あとどんくらいっすか。もう無理っす、もうなんかエーテルがなくなってきました。やばいこれ、やばい、ナタのやつ来た、ナタのやつ強いんよマジで、もう衝撃が打ってくる。やばいやばいやばい、ちょ待て待て待て、はい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 、ガード、はい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 、あーやばいです、もう本当にやばい、やばい、死ねー、辛い、やだやだやだ、死にたくない。ちょ、エーテルがない、エーテルがガチで、これ壊さん、壊して、いや頑張ってはいるんですけど、敵が強いんで厳しいんで、やばい、めっちゃリンコがやばい、 84% 耐え、リンコ持ってくれよ、リンコ頼む、リンコ耐えてくれよ、やべやべやべ、いやいけるって、よしよしよし、やばい、これ絶妙に邪魔くさい、この火の玉、火の玉が絶妙に邪魔くさい、よいしょ。いや、あとどんくらいですか。結構半分ってもうだいぶ待ってるけど、だいぶ守ってるけど、やばい、ガチエーテルがね、まだ来るか、ちょっと待って、一回ガチでエーテルがやばい、やばいやばいやばい、 JK とりあえずやって、やばい、引き抜けなかった、やばいやばいやばい、引き抜かせてもらって、デブが来ちゃうんよ、いって、やばいやばいやばい、やばいやばいやばい、やばいやばい、 JK も来んのか、早く引き抜け、よしよし、なんかモーションが違う、リアモーションみたいな感じ、デブ引きつけてる完全に。ここジャストガード、マジか、2連攻撃、リンコ攻撃されてる、なんで、おいおいおい、 JK が行ったのか、させませんよ、はい、声引き抜くと早くなってね、声引き抜くのいいよ、はい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 、当たらんよそんな攻撃、当たらん当たらん、やべ、もうない、一回これフルチャージさせていただいて貫通するか、これ OK、 できしてるしてるしてる、いけるぞ、こいつさえ倒せば、ジャストガードのタイミングがガチで難しいです、やばいです。え、耐えました、あ、共鳴、共鳴ってどうやったっけ、共鳴って、共鳴ってどうやったっけ、共鳴、絶対共鳴のこ、なんかあれできるじゃん、やり方忘れたわ、でも終わったわ、絶対共鳴のあれってどうやったっけ、マジで覚えてね、もう分からね、後で見よう、この場にある霧の発生源が可視化され、マジで超大変なんすけど、リンコさん、ここに敵がいるとなぜ言わなかった、いやまあ分かってはいたよ、でも俺は、この装置がある限り私たちはここに来ざるを得ない、来ざるを得ない、それなら罠を用意しておけばいい、まあそうですよね、考えれば分かることだ、いや俺は分かってたよ、うん、俺は全然、いや最初から気づいてました、はい、それも絶対いるって思ってましたよ、こんなまでは二度とするあー、KK ブチ切れてる、まあでも先を急がなきゃ、まあ終わったことだ、先を急ごう、気をつけてね、浄化させに行くって感じか、あのリンコさん、ありがとうございます、ありがとうございます、リンコさん、こちらこそ、かっこいいですね、ありがとう、おお、お礼の言葉があると人は救われる、もう最高ですよねと、大人げないよ、大人げないよ、俺に説教するな、え、リンコって若いのかな、泣きに説教させないでくれよ尻に敷かれてる感があるね、KK、結構リンコさんと何があったんだ、何があった、あいつのせいで俺たちは失敗したんだ、え、そうなの、先般したん、顔を出すのも気に食わねえ、なんだそれ、水に流せねえか、リンコがなんかやらかしたんか、え、ちょっと待って、どうやって絶対共鳴したっけ、ちょっと見たいな、 V ボタンで絶対共鳴覚えておかないとな、 V でやると最強だからな、あれ一網打尽にできる、え、どうやって行ったらいいんだろう、行くルートが分かんねえな、普通にこっち開く、開かないんだ、出るしかないか、じゃあ出るしかないね、こっち行くしかないね、遠回りみたいな感じでするけど、あ、
下に下っていってってことかな。あ、多分そうだ。これで Y 軸がね、Y 軸があっていく。あと X 軸、Z 軸を合わせていく。前進したはずだね。前進した。それくらい当然だ。いや、敵多かったね、マジで。数がやべえんだ、ほんまに。一人一人は弱いんだけどな、束になってくるとな。いや、質より量。鳥が見えるようになってる。どこや、どこや。全然わかんねえぞ、おい。どこや、こっちか、こっちか。こっちみたいだ。ああ、こっちか、光。なんか変な音してるけど。天狗ちゃんに捕まりたい気持ちが大いにある。これ気持ちいいよな、これ。一気に移動できて。オッケー。これでショートカットしていくっていうね、ことができるんで。あー、落下しますと。痛い。いやー、さすがにね。あれだな。お、来たか。さすがにね、なんだっけ、名探偵キッドじゃなくて、キッド、ね、キャプテンキッドじゃなくて、なんかいるよね。なんか、ああいう感じにはいけないけど。急に名前出てこう。マジックカイとか、マジックキッドか。忘れたけど。にわかすぎる。グライドね、もうちょっとね、操作性があるといいと思うんだけど。おーい、結界が解放されて、どうなってんのこれ、どういう状況。逆に貼られた。これも考えればわかることが。いや、わからない、わからない。閉じ込められる前にここから出ろ。閉じ込められてる。結界の要になっているものがあるはずだ。なんだと。おいおいおい、え出れないわけか。なるほど、閉じ込められたってわけね。押しつぶされちゃうのかな、このままどんどん結界が狭まってくると。ああ、猿の置物だ。やってる場合じゃねえ。やってる場合じゃねえ。サンサルの像、うん、マジどうでもいい。どこだよこれ。これもなんか怪しいけどな。これただのエーテルか。え、あ、これなんだ。これを壊せってことね。おい、口先女いるって。あいつとは戦えねえよ、さすがに。さすがに厳しいぞ。いや、汚れがあるなと。いや、幽霊吸収する。やばい、14分23秒ってことね。左上に書いてあるな。これ制限時間ってわけだ。やべえ、幽霊吸収して、やばい、やばいって。いや、どうしよう。ちょっと待って、見えないか。冷静してなんかさ、やってかねえとさ、キリなくないか、普通に。やばいやばい。追ってくる系、追ってくる系、来ない系。なんでそんな口先女いっぱいいんの。お前、いっぱいいたらちょっとさ、希少価値薄れるじゃん。結構ボス的な感じなんかなって思ってたよ、俺。あれか？あれっぽくないか？これっぽいよな。違うか？そうだね。これで2つ。オッケーオッケー、ナイスナイス。いいよいいよ。上側にもあるってことはね、よくね、注意しないといけないね。何個あるんだろうね、全部で。3、4な気もするけど。なんか変な音してる。右側に行きたいけどな。結界の要の場所は。いや、してるんだけどな。あんまりちょっとパッとに見えてこない感じが。上から見ていくっていうのがね、いいと思うんだけど、その天狗使っていくか。天狗使って、え、これ屋根上って乗れる？オッケー。いや、どこだ、マジで。なくないか、普通に。やばい、ジャンプして。あ、そっち側っぽいような気するな。よいしょ。いや、いけるか、これ。え、これ、登ってくれない感じか。階段。階段、よし。いや、多分あるぞ、あれ。これありそうじゃね？この上、この上。よし。よいしょ。削って、どう、いや、ないか？幽霊。頭がぼーっとするなぁ。ちょっとやばい。俺はめちゃくちゃ集中してるけど、全然見当たってこない。いや、ないなぁ、マジで。やばい、落ちますか、これ。落ちちゃいますか。いや、耐えましたと。これ、登って。あと12分23秒。おい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 、まずいって。広いんだよな、思ったよりな。一回レーサーさんも。東大元暮らしとかいう可能性もな。ありそう。あったー！ここだー！ここだ！届かない。ちょっと、届いて。よし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 。こいつで最後。あー、やっとできた。苦戦したぜ。意外と中心にあったな。どうなる？何がどうなる？ナイス。
消えたの、ナイス。これで浄化できるか、やっと。いけるか。さっきから後手に回ってばかり。それな。リンコさんを疑ってるのか。え、うん、疑ってる。え、嘘。リンコに何があったか知りたい。印の色が違う公衆電話をさせる。嘘。え、リンコ、ね、え、直接エドに繋がる電話。そんなことあるか。それと使うにはテレフォンカードが必要だ。テレフォンカード？それも探す必要がある。ねえぞ、そんなもの見たいんだ。どれだ、わかんね。これ？これじゃん、赤いやつ。印の色が違う。え、違うの？あ、いいんだよね。よしよし。テレフォンカードか。テレフォンカード。商店街を探してみよう。商店街を探してみよう。どこにあるんだ？コンビニとかに入れば割となんかあるか。でもその辺に落ちてるわけねえぞ。でもその辺に落ちてんのかな、意外と。コンビニが一番手っ取り早い気するけどな、感覚的には。なんかいるわ。誰？あ、間違えた、言っちゃった。誰かこの子に餌をあげて。え、どこ？あ、この子か。あげるわ、じゃあ。代わりにな、代わりにあげるわ、あのお姉さんの代わりに。いただきます。いっぱい食え。食べな。これで成仏してくれんのかな。こっちに変わったカードがあるよ。神か。おい、帰ってくんだな。なんだ、様子がおかしいな。何か教えたいんだろうね。ついていくしかない。なんで俺の心分かったの、カードが欲しいって。天才か。うわー、犬のケツの穴を追いかけて。マジ交番。ありがとう。おい、可愛がるしかねえよ、もう。犬が一番いい。犬が一番いい生き物だ。人間よりも尊い。ほんまに。で、どうやってやるんだ？どうやってテレフォンカードゲットするんだ、これ。あ、これか、これか、これか。これ、持っていって。犬のテレフォンカードゲットした。ありがとな。気持ちを聞くか。気持ち聞けない？あ、聞けないっぽいな、なんか。しゃあねえ。オッケー。エドへ連絡しよう。エドワード。エドワード。なんかバスターはさ、天狗の声か。歩いていくより、上を伝っていった方がね、ワンチャン早い説は大いにあるんですけども。まあ、近いんでね、そんな気にしないでもいいでしょう。戻ってきたぞー。いいね、クライミングすごいいいわ。はい。緊急事態です、江戸さん。ほんとだ。全然違う色が。あれ、猫のテレフォンカードか、よく見たら。よくわかんねえな。悪いが、今は手が離せない。なんで？想定外のことが多すぎてね。いや、こっちもだよ。なので、現状の報告だけ行う。はい。作戦通り渋谷から離れることができたのは僕とデイルだけだ。うん、知らん、デイルは。デイル誰？はぐれてしまった。わかんねえ。JK は死んだと思っていたが、転送装置から魂が送られてくることを考えると生きているかもしれない。以上だ。いや、生きているよ。これ会話じゃなくて録音だからな。本当だよな、伝えることできんのによ。電話ができればさ、こっちぶちだって言えんのにね。行ってみる。どこだって言った？駐車場がうんたらかんたら言ったね。マーキングされるよ、そのうち。あ、来たか。こっちか。上から行くか。でも天狗がいないと上に、カラスの飛び方えぐいよな。緊急事態感がすごいあるよね。ショートカットできるやん。よしよしよし。ガー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 言ってるよ。言ってるわ、もう怖いですね。どこだ？どこだ？お地蔵さんじゃね、これ。よし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 。霊力最大チャップ。これが地味にでかい。ここか。なんとかしようぜ。なんか化け物みたいないない？すげえやばそうなやついるように見えるんだけど。え、すげえ、なに、トイレの花子さんのなんか足みたいなやついる。トイレの花子さんがでかくなっちゃいましたみたいな。こじらついる。キモすぎん？うわぁ、キモい！え、こいつ。うわぁ、痛すぎ、マジ、あ。これ攻撃が果てず、あれ、溜めれてない。やばい、もう最悪、もうね、ちょっと撃たせて。よいしょ。OK。あ、大丈夫。下落ちた。うわぁ、キモすぎ、ちょ、サムネ撮影しようぜ。お前、どういう生き物だよ、お前。フルチャージで。いやー、ちびまる子ちゃんの服や。髪の毛すげえな。うおーちゃん、キモすぎるだろ、お前マジ。やべえ、ちょっと待って、ちょっと。やべやべ。やられる。やられるで。
あんま調子乗ってっとやられてまい。いや強いな。あぶねえ。ジャストガードしていけ。あ、いけるぞ。意外と弱いぞ。意外と弱いわ。意外と弱いけど強えわ。めちゃくちゃこいつが湧くようになるかもしれないって考えるとだいぶやばいですけど。何か落ちてる。あー、まったく、まったく大変だ。え、何か落ちてる。どれだ。これか、これか。戦いの最中、エドが残した音声データ、落とした際に偶然録音されたようだ。え、マジ何があったか聞きたいな。連れて行かないなら自分で行く。誰ですか。待ちなさい、エリカ。エリカ、あなたたちは計画通り渋谷を離れて。ちょっと待って、ちょっと待って。UK の方はどうするんだい。エリカは戦わせないと伝えて。誰。渋谷のロッカーに。もう。承知した。エリカが行きそうな場所を教えてくれ。エリカ。探してみる。俺たちがうまくいかなかった理由がわかるだろう。いやー。渋谷駅に行くぞ。うん、もうちょっとコミュニケーションをちゃんと取れよなって思う。コインロッカー。そこに何か入れたみたいな。うん。